収容団、シドビル公益財団法人収容団は、日本の公益財団法人。以前は、文部科学省所管であったが、公益法人認定法の制定に伴い現在は、内閣府の認定を受けている。収容団は、1906年2月11日に、ハスヌマモンゾが作った、社会教育団体である。ハスヌマが、東京府師範学校時代に始めた。 美化運動がその起源である。送信は、総努力をスローガンに白色倫理運動を展開、対象デモクラシーに逆行する日本精神の普及を行った。昭和初期には、当時の国家主義者から期待された団体である。1937年8月24日の閣議決定で推進された国民精神総動員運動を民間の側から推進した。収容団は、ハス沼の 道の光を心条とし、日本主義による倫理の確立を目指している。機関紙、工場を発行している。今日でも子ども自然体験キャンプ、海外の恵まれない子たちとの交流活動のほかに、家庭教育や社会人教育などの事業を展開している。1923年に財団法人化、2011年4月1日に公益財団法人としての認定を受けた。 二代目団長に、平沼樹一郎、初代講演会長に、渋沢栄一などの著名人の名前が見られる。また、その後の会長には、大月文平、副会長には、小山五郎、三田勝茂、ヒュー斎などの名が見られる。収容団の考えは、太平洋戦争前から、住友金属、日立製作所などの大手企業が、収容団の教えを広めた。 また政府からも産業界からも大きな期待がかけられた団体だった。収容団の起源は、ハスが青山市販学校時代に始めた美化運動である。この美化運動母体として次に作られたのが風紀覚醒会である。同好会的な学生の運動だった風紀覚醒会がさらに大きくなって社会教育運動のための団体に変わったのが収容団で、 1906年2月11日に旗揚げされた。この時、ハスヌマが起草したのが次の三大主義である。第一、瞑想する。瞑想することにより、以下のことができるのである。したがって、舞を寝る前に床を述べたところで、座って瞑想するのである。今ず単力の要請。露分度を鎮圧する。いかなる時にも起こるということを抑える。波状欲の鎮静。二学問の工夫。 第二、偉人崇拝の精神を寛容する。第三、流感、汗を流し、努力して、理想の寄宿舎を建設する。それには、異性決心を養う、労働上心を養う、箱人制裁を重くする。二前後生との談話会を開く。歩、収容団というガリバンの小雑誌を刊行する。壁宿舎の設備を完全なものにする。 さらにこの部屋を徹底させるためには収容室を作ること。自習室をきれいにする。談話室、応接室、食堂をきれいにする。花壇を作って草花を植える。食堂をさらに改良して自炊制度を確立する。図書館を拡張する。それらの点について具体的に研究する。また、収容団の団員になるためには次の二つの請願をしなければならなかった。 同胞愛人よさめよ。さめて愛に帰れ。愛なき人生は暗黒なり。共に祈りつつ、すべての人と親しめ。我が住む里に一人の相互者なきまでに。一、流感丹連人を立て、立ちて、汗に帰れ。汗なき社会は堕落なり。共に祈りつつ、すべての人と働け。我が住む里に一人の怠る者なきまでに。その他、入団時には、 帝国風規覚性のどうしたることを制約すという一文に署名することが求められた。大正時代の入団案内には次のような一文が見られる。本団の目的波流艦鍛錬、同胞相愛の主張と実現と人理広告の新運に貢献するにあり。これは規約の第一条である。収容団旗揚げ時、蓮沼は次のような設立主意書を読み上げている。 同盟団結の力を持って、個人収容の推進力たらしめ、和協一致。まず、東京市販に送信は、総努力の理想郷を設立せん。来たれともよ。サメよ同士よ。本日、あっぱれれ的すみて、神武天皇大業上司のめでたき日、聖画を仰いで集う、数百の同士が、放火の善徒を思い、純国の覚悟を胸に秘めて、今収容団の創立を見ることのできえましたことは、 共に共に経営に耐えないことであります。すなわち全体収容という意味で、収容団と名付けたのである。要するに、世のため人のために、金あるものは金を出せ、国民が各自に持ち合わせのものを出し合って協力することにこそ、国家の発展も、社会の進歩も、世界人類の幸福もあるのだ。どうか諸君、今後は、お互いに切磋琢磨し合って、 この運動の体制に協力しようではないか第二代団長だった平沼喜一郎は、総信は、総努力、大愛の精神を平沼内閣のスローガンとした。収容団は当初は学校を中心とした精神運動だったが、1909年の春に、は沼が渋沢栄一を訪ねたことで、実業界との関係を持ち始めた。渋沢紹介状を持たない人物とは会おうと、 しなかったが、ハスヌマは渋沢に会うために10メートル余りに及んだ長文の手紙を書いて送り、苦労の正面会にいたり、資金援助を得ることができるようになった。渋沢栄一が収容団において果たした役割は小さくない。渋沢は、ハスヌマの精神の収容を重視する姿勢を評価して講演した。渋沢が援助の手を差し伸べて、以降、収容団は、 政財界や教育界の有力者からの講演を得られるようになった。援助した代表的な人物は、森村一左衛門、出島誠一、二戸部稲造、岡田良平、井上智和、徳並武次郎などである。財閥グループの中では、小倉正常が熱心だったので、住友財閥と収容団の関係が深い。住友財閥が、収容団の受け入れを決めたのは、小倉が、 本店理事だった1919 19年12月のことで、ある。激化する労働争議に対抗するために、小倉は、住友製鋼所、住友振動所、住友電線へと、収容団支部を拡大していった。小倉以外では、東芝の大田黒十五郎、秩父セメントの諸井公平も、熱心だった。収容団は、八幡製鉄、東京電機会社でも導入された。収容団、 創立10周年の1916年の段階では、団員3000人だったが、1921年には、収容団の規模は、支部175、団員6万6718人にまで、拡大した。支部は、市販学校、各地の大学のほか、法事事業場、市町村に拡大し、地方連合会の設立にまで至った。1923年に、財団法人化、 1924年に初代団長だった田尻根次郎が亡くなり、代わって平沼木一郎が第二代団長になってから収容団は大躍進の時代に入った。1926年、代々木にある現在の収容団の土地を宮内省御領地から無償対応されて収容団会館を建設した。なお、同じ頃、ハ沼と名優で青年団運動の父と呼ばれる。 田沢義春の尽力で、明治神宮外苑に日本青年館が建設されている。収容団の活動が、労働者、企業レベルへ広まっていった要因の一つは、田沢義春の協力によるところがある。収容団の企業への浸透は、協調会の収容団式講習会を通じて始まった。協調会とは、1919年末に、官民一致の民間機関として設立された。 労働問題を専門に扱う団体である。官僚側からは、常並武次郎内務大臣と、財界からは、渋沢栄一や日本工業クラブの人間が中心になって設立された。協調会は、多種多様な事業を行ったが、中でも、労働葬儀の調停と収容主義に基づく労務者、講習会の実施が大きな効果を上げた。協調会の内実は、実際は収容団そのもので、 収容団が講習を行った。講習の受講者の多くが収容団に入団して団員となり、その団員たちが企業内に収容団の活動を広めた。昭和初期に入り国家社会主義や革新右翼、関連右翼がばっこし始めると国家主義者は収容団に期待をかけた。実際に収容団は日本が戦時職を強めれば強めるほど軍部からも産業界からも 植民地統治の当局者からも大きな期待がかけられた団体になった。実際に収容団は国家に対して様々な協力を惜しまなかった。例えば、1937年8月24日の閣議決定に始まる国民精神総動員運動を民間の側から推進した。それ以外にも社会事業として1934年9月の 東京福委託満州開拓団移民訓練所、満州国産業開発専研隊員短期、訓練事業、知識階級100日、訓練道場などを行った。このうち、訓練所の事業では80人の花嫁を含めて約250人を満州に送った。太平洋戦争中、収容団は戦時体制を支える団体として600万人くらいの団員を抱えていた。 日本の敗戦後、大部分の強化団体は GHQ によって解散させられたが、収容団は GHQ から存続を認められた。解散を免れたのは、収容団以外では、法徳会のみである。ハスヌマは、敗戦の道義的責任を痛感して、主観を一時やめたに復帰。敗戦後はほとんど間もない1945年11月15日には、ハスヌマが昭和天皇に、 社会教育について、進行、10月から12月にかけては、国民同義公用協議会、家庭教育振興協議会、貯蓄推進協議会、家庭生活科学科協議会、幹部勤労者啓発会、勤労者啓発会を各地で開催するなど運動は活発だった。太平洋戦争後、収容団の活動が、 太平洋戦争前のよう広く一般人に対して行われることは少なくなり、企業に対する活動が主体となった。また、企業だけでなく、国、地方公共団体の行う社会教育運動にも活動を広げた。戦後の収容団を物心両面で支えたのは、企業経営者である。収容団は、1974年4月に結成された。 日本を守る会に結成当初から参加している。日本の社会教育活動において、収容団から広がったものも多いと言われる。収容団が全国各地で実施した野外研修の朝礼に行われた体操は国民体操と呼ばれ、この国民体操をベースに作られたのが NHK ラジオ体操であるという説がある。収容団は伊勢市に新都国民道場というものを持っていて、 日本の企業が自社の新入社員に対して愛写真を養生するために広大神宮前の伊鈴川でのみそぎ研修を提供している。収容団が大手企業に提供している新入社員についてはよく知られている。書かれた時期が古いが、堀幸夫はその著書、戦後の右翼勢力の中で1982年4月20日付の毎日新聞の記事を引用している。その内容は、 以下のようなものである。そぎの日。夜9時。白装束の受講生に255人と伊子津川の河原へ。満月が川もを照らし、吹く風は冷たい。ふんどし一枚になる。エイサ、エイサ、と気合を込めて船を漕ぐような準備運動の後、川の中へ。水温は4、5と。肌の上をピリピリと電気が走る。肩まで疲れ黒々と前にそびえる神宮の森に向けて合、合掌。 リーダーに合わせて全員で声を張り上げる。五十鈴川清式流れの末くみて心を洗え、秋津島人、明治天皇の若田、中山所長は、この三泊四日の講習会について言う、自衛隊の体験入隊は、規律が厳しいが、魂は入らない。全寺で座禅を組むのは、魂が入っても規律がない。ここにはその両方がある。修行を通じて、父母、 祖先への思いを深め自分が生かされているという実感を大得事故に内在する命を活性化させ、引いてはやる気を起こさせますよ。毎日新聞1982年4月20日、毎日新聞以外では、タイム氏のアラン・タンズマン記者が実際に体験して、そのレポートをタイム1983年1月31日号に書いている。タンズマンのことによると、 水の冷たさは寒いを通り越していたいという感覚だったという。上記の記事では男性の例しか出てこないが女性の場合は薄物をまとい男の場合と同様に鉢巻きをし夜か朝に明治天皇の和歌を昭和して1分間に鈴川に肩までるかる収容団はこれを水行と呼んでいる。これは夏冬無関係に提供される研修である。鉢巻には マナーセと書かれている。日立グループ、住友金属、上高山、三菱金属、トヨタ社体、東芝、三菱電機、松下電機産業などが、継続的にこのような社員研修を行っている。松下幸之助は収容団の精神に感銘し、顧問を務めた平成元年。また、安岡マサツも、同様に、ハス門マモンゾウの考えに共感し、 顧問を務めている昭和59年、第二代団長である平沼喜一郎は在任中に数密院議長に就任し、また後には内閣総理大臣に就任して、自らの国政運営の指針として収容団の精神である、総心は総努力を挙げた。その他、どこを年を松下幸之助、安岡正サなどもバックアップしてきた。 平成17年11月13日、秋人天皇、皇后、美智子の行幸慶を受けて、明治神宮会館において、創立100周年記念式典が開催されている。式典での天皇陛下のお言葉が宮内庁のホームページに掲載されている。また、それに先立つ同年11月1日、皇居において、財団法人収容団理事長より、財団法人収容団、 創立100周年記念式典についてと題して、天皇、皇后に説明がなされている。大正14年頃、第二代団である平沼木一郎が、収容団講演会の設立を発起し、同年5月30日に丸の内の日本工業クラブにおいて、設立総会が開催された、歴代講演会長は、以下の通り、現在は個人会員とともに、企業会員の制度がある。 ありがとうございます。